太田、朝倉。ん？なんだ、ケンジ。バンド、やらないか。ベースってなんだよ。ベースは低い音が出るやつだよ。ドラムはどれ持ってけばいいの？持てるだけ持ってけばいいよ。あんたたちって本当にいい加減ね。じゃあ行くぞ。せーの。素晴らしい。我々古美術と一緒に8月に行われるロックフェスに参加しませんか？フェスってライブ？すっごいじゃん。なんだか本格的になってきたな。いつも無視しやがってあのうんこ野郎。悪いがそんなバカな相手をしてる暇はない。俺たちは今音楽に夢中だから。俺バンド始めてよかったよ。俺も。僕から音楽取ったら何もないですし。男らしくていいんじゃない？私は好きだよ。みんなでやった方が楽しいから。あのリコーダーを奪い取れ。今から俺たちのことはミュージシャンと呼びなさい。ミュージシャン？そうだ、敬意を込めてな。せーの、楽しみにしてなさい。